上磐会によって設立された経緯から敷地が大阪教育大学に隣接している。大阪府女子市範学校及び付属小学校、幼稚園は1925年に天王寺桃山から平野に移転した。平野は当時宅地化が進み、児童を含めた地域の人口が増加していた。大阪府女子市範学校の同窓会、 常磐会は1927年2月、幼稚園を設置する計画を立てた。幼稚園の敷地には、大阪府女子市範学校に隣接する土地が当てられた。幼稚園敷地はもともと、同窓会館を建設するために準備した土地だった。同窓会館は、桃山にあった、大阪府女子市範学校の建物を移築することに、していたものの、同時期に、 校内火災で校舎を消失した大阪府立天王寺中学校の仮校舎として桃山の旧敷地が使用されることになったため一区は当面の間できなくなったことも幼稚園へと用途変更を実施した背景にある。1927年4月より園舎建設が開始され、1927年9月1日付で常磐海幼稚園が開園した。 1943年より大阪第一市範学校女子部の大表付属幼稚園に指定され市範学校学生の教育実習を受け入れた。太平洋戦争終戦後の1950年代初頭には幼稚園入園希望者が増加する一方幼稚園教員養成機関は不足する状況となっていた。幼稚園教員養成機関の設置は急務として 上磐会でも幼稚園教員養成を図ることになった。幼稚園教員養成期間として1953年4月28日、夜間家庭の上磐会幼稚園教員養成所が園内に併設された。上磐会幼稚園は幼稚園教員養成所の実習園となった。上磐会幼稚園教員養成所は1961年に、 常磐会保育学院に改組され、1962年に独立校舎に移った。1964年には常磐会短期大学の改学により、保育学院は同担大へ教育実践を継承する形で廃止されている。常磐会短大改学以降は同担大の実習園となっている。ありがとうございます。